ハレルヤー、こんばんは、こんばんは、ハレルヤー。今日はちょっと寒かったですね。今ストーブ焚いてます。皆さんお元気ですか？アメン、アメン。ですね、今日はですね、DNA の話ですね。 DNA、今日は精神科で LTL の伝道をしてきました。アメン。小太郎さん、ハレルヤー、アメン。ありがとうございます。アメン。吉原さん、こんばんは。アメン。大さん、毎晩集まれることを感謝します。アメン。ジタさん、ハレルヤー、アメン。毎晩ね、集める、いいですよね。小太郎さん、生きる。生きる。ね。私たちは生きています。私たちは生きています。肉体的だけではありません。霊的に生きているのです。霊的に生きているのです。私たちは霊的に生きています。小太郎さん、ありがとうございます。肉体が生きることも素晴らしいです。霊が生きることはもっと素晴らしいのです。私たちは永遠の命で生きているのです。吉原さん、この放送が生きがいです。ありがとうございます。イエス様が生きがいです。イエス様が生きがいです。私たちの生きる目的はイエス・キリスト。イエス・キリストが私たちの生きがいです。生きる目的です。以前は生きる目的がなかった。失われていた。ただただ肉体が生きていた。しかし、今私たちは霊が生きているのです。霊が生きているのです。私たちの生きる目的が分かったのです。生きることに意味があるということが分かりました。生きることが素晴らしいということが分かりました。生きることが何か、その、残るものであり、そして良い意味があるということ、霊に燃えています。第三、霊に燃えています。私たちが生きることによって神様に栄光を表すことができ、私たちが正しく生きることによって周りの人たちを祝福することができ、私たちが正しく生きることによって自分自身も、神様に祝福されるんだ。イエス・キリストに会って生きる。イエス・キリストに会って生きる。これがどれほど素晴らしいことなのか。どれほど素晴らしいことなのか。どれほど素晴らしいことなのか。皆さん、信じてください。ヒカルさん、ハレルヤ。生きることは素晴らしいんだ。生きることは素晴らしいんだ。生きる意味があれば、自殺したいと思わなくなります。市田さん、すごい油すぎを感じます。実はですね、私浪人したことがありましてね、浪人した時に自己嫌悪になりまして、でその自己嫌悪の時に生きる意味をね、こう失って、やっぱりこう死にたい気持ちになったんですね。死にたい気持ちになった。ですから私は死にたいという人の気持ちを体験しましたね。本当に何かですね、死んでもいいみたいな気持ちになりました。ですから人間はですね、生きる意味が必要なんです。イエス様を信じて生きる喜びを感じました。小太郎さん、イエス様を信じて生きる意味を感じました。生きるのはただ肉が生きるのではない、ただ生物学的に生きるのではない。第3、生きる意味はイエス様です。生きる意味はイエス様です。生きる意味はイエス様です。信仰によって生きることは良いことなのです。信仰によって生きることは神様に栄光を返しているのです。アヤペさん、アメン。イエス様がおっしゃいました。あなた方が私の弟子になることで、父は栄光を受けていると言われました。
私たちがクリスチャンであること、私たちがイエス様の弟子であるということ、私たちがイエス様を信じてイエス様の教えを守っているということは、神様に栄光をお返ししているのです。そこに意味があるのです。そこに意味があるのです。悪いことをしたら意味がありません。罪を犯したらそれは神様は喜びません。悪いことをしたら周りの人にも迷惑をかけます。そこには生きる意味がないのです。罪人として生きるということには意味がないのです。罪を犯したら生きる意味がないのです。ケネちゃんアーメン罪を犯して生きることには意味がないのです。ですから多くの人は罪の奴隷として生きているので、そこに生きる意味がないのです。そこに生きる意味がないのです。ぜひ皆さん、罪から離れて信仰によって生きる、イエス・キリストを信じる、信仰によって歩むときに初めて生きる意味があるのです。生きる意味があるのです。そして皆さんがこのように、集まってくださること、皆さんがですね、こう信仰でこう一緒に学んでくださり、一緒に祈ってくださり、一緒に歩んでいるのです。今一緒に歩んでいるのです。信仰によって一緒に歩んでいるのです。そこに意味があるのです。そこに意味があるのです。残るのです。評価されるのです。天に宝を積むのです。天使たちが喜んでいるのです。霊的に光を放っているのです。目に見えませんが世の光になっているのです。地の塩になっているのです。神様に栄光を返しているのです。神様を喜ばしているのです。子供が良い行いをして親を喜ばすように、私たちクリスチャンは神の子ですから神様を喜ばしているのです。霊的な親孝行です。霊的な親孝行しているのです。第三、神様いつもありがとう。アメンアメン。神様は言いました。父母を敬え。これは悪い父であったとしても、悪い母であったとしても、私たちは神様を敬うということの、ことを学ぶために、神様、目に見えない父なる神様を敬うために肉の親を敬います。肉の親を敬うということは神様を敬っているということを表すのです。もしもし。先生、おはようございます。ジムリと申します。ああ、どうも、こんにちは。お名前もう一度言ってください。本名は浜田と申しまして、浜田さん。ネット内では HMD と、で通ってますんで。HMD さん。はい、どっちでも、先生の、簡単な、呼びやすい方法で呼んでくれた。ああ、じゃあ、浜田さんでいいかな。はい、すまへんどうも。はい、こんばんは。よく、トスくださいました。あ、すまへんどうも。先生、実はね。はい。実は、私、共産主義者でありましてね。はい。先生の考え方からしたら、ちょっとね、ちょっとかなり離れてると思うんですけど。でも私もよく左翼って言われてるんですよ、私。あ、そうですか。あ、私左翼じゃないんだけど、なんかキリスト教の考え方と左翼が共通点があるんですね、共通点がね。あ、そうですか。はい。だから極左翼なんて言われてますよね。私右翼とかこの保守主義じゃない。はい、その人たちに俺戦ってますんでね、星先生と、共同の補助を取れるなら、一緒にやっていきたいなと思います。ただね、共産主義も無神論なんですよ、無神論。あ、それなんですよ、そこなんですね。うん、はい、それで、共産主義で、例えば中国とか北朝鮮で、牧師が捕まったり、クリスチャンが捕まったりしてね、はい、迫害を受けてることも、今でも迫害を受けてるんですよ。はいはいはい、だから、キリスト教は左翼ではないんですね。あ、そう、はい、わかります。はい、右翼でもないし、左翼でもないけども、はい、
ただその日本が侵略戦争をして悔い改めなきゃいけないということはサイクルに似てるんです、似てるんです。そうです、そうです、それ全く先生とあの、はい、あの一致します。はい、はい、だけどあの無神論ではないので、はい、分かってます、はい、似てるということですね、はい、はい、先生、はい、その神論のこの私あの自分がね、はい、そのまあこの聖書を持ってそのこの福音のようなことを、まあ、あのネットであの枠限定でやってるんですけど。あ、やってるんですか、伝道してるんですか。え、してるんですけど。素晴らしいじゃないですか、それは。先生、もしそれが神の冒涜になるのならね、いつでも注意してください。もう即刻やめますんでね、先生から。あのね、イエスキリストを、イエスキリストを伝えてるなら、それはいいことなんです。とてもいいことなんです。あ、そうですか。ですから、ぜひぜひイエスキリストを伝え続けてください。わかりました。どうも。イエスキリストこそ救い主であり、神の子であり、はい、皆さんのために十字架にかかって死んでくださった、はい、救い主だというふうにですね、はい、イエス・キリストを信じるようにぜひ伝道してくれませんか。はい、先生ね、はい、これでまたいつも思う、あの夜空を見上げて思うわけですよ、いつもね、はい、この神様って本当にいてたらいいのになってね、はい、そういうふうにその希望、すごく強く希望してるわけですよ。ああ、ね、いつかその神の声聞けるように私も努力してますんで。あ、浜田さんは、イエス・キリストを信じるということをですね、どうですか、信じたいですか。神は神の存在を、いてて、なるべくいててほしいですね。あった方がいいと、できれば、神という存在ね。なぜイエス・キリストを信じる必要があると思いますか。作ってくださったね、その、まあ、聖書で言うにはね、うんうん、聖書で言うには、その、我々作ってくださった、この宇宙を作って、うん、作ってくださったね、うん、その愛の、愛を教えるその神様ね、うん、愛地深い神様、うん、でその人を信じてその、ね、この宇宙で暮らすと、ね、うん、決して背を向けてはならない、うん、こういう教えだと、だいたいこういう教えだったと思うんですけど、もう一つ大事なことはね、その浜田さんの心の中に神様に対する罪があるという感覚はどうですか。罪人であるとか悪いことしちゃったなとか、そういう感覚はありますか。まず私考え浅はかでありますんで、そこまでまだちょっと感じたことはまだないんですね。自分が悪いことなんか今まで悪いことしたことあるでしょ。何か悪いことしたことありませんか。その私実はね、先生、刑法違反ね、法律違反とかそういうことはかなり何度もしてたんですけど、だとしたらそれその悪いことしたという感覚はありますよね。あります、はいはいはい。それをね、その刑務所じゃなくてイエス様に、まあ神様に対してその罪を神様が許してほしいと思いませんか。罪があればね、神が怒ってらっしゃるならね、もちろんそのね、そういう許してくださいという気持ちになると思います。ね、神様はね、聖書ではね、人間の罪を怒ってるって書いてあるんですよ。あ、はいはい。要するに神様の言うことを聞かないとかね、はいはいはい、悪いことしてるっていうのは神様が喜ばないんですね。はいはいはい。で、神様怒ってるって書いた、聖書に書いてあるのね。あ、はいはい。で、その罪を許してもらう、代わりに十字架にかかって死んでくれたのがイエス様で、はいはい、誰でもイエス・キリストを信じたらその罪が許されるというのがキリスト教なんですよ。あ、はいはいはい。ですから浜田さんが、あ、私も刑法いろいろね、刑法を犯してしまったっていうならば、なおさら分かりやすいと思うんですよ。はいはいはい。その罪を、まあ、その神様にイエス様を信じて許されるということを、許されたい、だからイエス様を信じようっていう、その信じる理由を知ってほしいんです。分かりました、はい。アメン。はい、いつかね、そういう時が来ればいいなと思います。先生、そしてね、はい、ちょっと話、進めさせてもらっていいですか。はい、どうぞどうぞ。先生、今私の画像見えてますかね。見えてます。見えてますか。あ、はい、先生ね、先生って言わなくていいので、まあ、キューちゃんでもいいし、キューボクシでもいいですが、はい。キューボクシさん、すみません。はい、はい。放送画像見えてるでしょうか、先生。放送は、ごめんなさい、見てないです。ちょっと、ちょっと T シャツのデザイン見てほしいんですね、私の。T シャツのデザイン。だから今からちょっとオラルありますんで、ちょっと、はい、はい。いいでしょうか。はい、いいですよ。このね、セリフはちょっとね、その、先生的にね、あ、どうかということね。劇的に触れるかもわかんないですけどね。ああ。憎しみの T シャツなんですね、実は。ああ。憎しみの T シャツ？そう、憎しみの T シャツ。神の冒涜とかはないと思うんですけどね。ああ。そういう面も、指摘してくだされば、ありがたい。ああ、そうですか。はい、わかりました。じゃあ、貼ってくだされば。あ、これね。
うーん、これは、あ、今見えました、見えました。はいはい、ちなみに俺、聖書持ってますね、今、片手で。あ、聖書持ってますか。今見えました。新約、旧約のね、ああ、はいはい。で、その T シャツはどれですか。これだって。ああ、それね。なんて書いてあるのかな。多数派の茶番劇はうんざりだ。ちょっと、よく見せて、多数派の茶番劇はうんざりだ。仲良しクラブ、文明を粉砕してやる。少数派同士たちを発狂せよ。はい、あのね、気持ちはわかるんだけども、はい、私たちはね、やっぱりこう、破壊的なことは、とかね、復讐的なことは良くないんですよ。私たちはやっぱりね、信者とか、うん、あの聖職者としてはね、そう、やっぱり私たちは平和的にやらなきゃいけないし、はいはい、悪意とか敵意も捨てなきゃいけないんですね。はいはいはい、はい、うん、あの確かに多数派が悪いことしてるっていうことはあると思うんです、いろんな分野でね。ああ先生はそれはこれからいいし、あの、はいはい、まあクリスチャンってのはどっちかというと少数派なんですよ。クリスチャンって少数派、はいはいはい、で悪いことしてる人が多数派、まあ、悪いことしてるって少数派の悪いことしてるってことももちろんあるんですけど、まあ、この世という意味では多数派なんですね、この世というね、はい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 、でもクリスチャンは少数派ですね、はい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 、でもクリスチャンはその呪ったり仕返ししたりはしないんですね、はいはい、うん、その右の叩かれたら左叩かれるやつ、そう、はいはい、そういう感じ、そういう感じですね。わかりました先生、どうも、あの、はい、あれ、それ先生最後にね、はい、あの聞いて、あの川越先輩から聞いてくれてると思うんですけど、はい、あの歌ね、一緒に歌ってほしいんで、ね、あの清子の夜、あ、清子の夜、あのちょっと歌詞がわかるかどうか、歌詞は、あ、諸人と小鳥ではどうですか先生。あ、いや清子の夜の方がいいかな。あ、そうですか、すみませんね先生。じゃあ一緒に歌いましょうか。あ、もう先生、これもね、あの本職の先生主導でね、あのやっていきたいと思いますんで、はい、はい、お願いします、どうも。じゃあ行きましょう。あ、バックで BGM こっちに段階してます。あ、BGM あんの。はい、はい、じゃあどうぞ。もうクリスマスですね、クリスマス。そう、もうちょっと早いですか先生ね。あ、いいですよ、賛美歌ですか、賛美歌だったら歌いますから。あ、そうね、どうも。どこ行ったの、あれ、清しこの夜、星は光、救いの御子はまぶねの中に眠りいたも、おいとやすく音楽が合わないね。ちょっと、歌詞探しなんで、ちょっと本当にもう。御子の御前に抜かず浮きぬ かしこを見て、歌ずれてましたね。はい、ありがとうございました。いいですね。おいさん、先生どうも。はい、いい曲ですね。すみません。はい。今後、私もなるべくそのね、信じるように、あのね、いつか、はい、
あのね、神様が許されるように頑張りますんで。はい、罪が許してほしい。許されてほしいと思ってください。はい、わかりました。アメン。浜田さんは愛されて、イエス様に愛されて、浜田さんのためにもイエス・キリストは死んで、十字架で死んでくれたのです。すまないぞ。アメン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 。おやすみなさい。アメン。いいですね、そろそろクリスマスモードになってきたでしょうかね、まあクリスマスはね本当にこう雰囲気はいいですね、雰囲気がね、ほっこりしました大丈夫、ほっこりしましたねはい、まあ浜田さんね、まだはっきりと信じてないかもしれませんけど、なんかいつか信じたいみたいなことをおっしゃってましたので、早く信じてくれるといいですね。なかなかやっぱりね、なぜ信じなきゃいけないの、なぜイエス・キリストを信じるのか、やっぱりその信じる理由ですよね。なぜイエス・キリストを信じなきゃいけないのか、やっぱりその信じる意味を、信じる意味をまず伝えなきゃいけないのかなと思いますね、罪が許されてほしいという気持ちでしょうかね。はい、それではですね、タイトルに行きたいんですが、私の DNA はイエス様ということですが、どういう意味かと言いますとですね、DNA っていうのは、まあ、この細胞の中に入ってるじゃないですか。まあ、遺伝子ですよね。こう遺伝子。で、この人間の体というのは、全部同じ遺伝子を持った、細胞でできてるわけですね。つまり、皆さんの体の細胞と、細胞の DNA と私の DNA は違うわけです。まあ、一卵性ソーセージの場合は同じらしいですけど、まあ、クローンですか。クローンも同じDNA ですが、まあ、大抵はみんな遺伝子が違うわけですね。まあ、兄弟だったら、ちょっと共通点があって顔が似てるっていうのがありますけども、それでも、兄弟も DNA が違うわけです。そして、もし私たちが、まあ、例えば、腎臓移植とか、なんとか移植とか言って、他の人の、まあ、器官をもらって移植することは可能ですけど、その時に拒否反応が起きないような、まあ、薬を飲むわけですね。で、普通はもう DNA が違うと拒否反応が起きて異物として扱ってうまくいかないわけですが、その拒否反応が起きない薬を入れれば人の臓器でも一応使えるけれども、でも基本的には私たちは同じ DNA を持った細胞同士が、まあ、違和感がないわけですね。ところが、がん細胞っていうのは皆さんね、がん細胞っていうのは、遺伝子がちょっと違っちゃうらしいんですね。がん化っていうんでしょうかね。がん化って言って、こう遺伝子が変わっちゃう。だから、こう遺伝子だけがみんなと調和を取らないで、勝手に膨らんじゃう。増殖しちゃう。そうすると、他の、まあ、器官とか細胞に、マイナスダメージがあるわけですね。まさにがん細胞っていうのは、なんかこう、秩序を守らない、こう、まあ、犯罪を犯す人間みたいな、ね、不法者みたいな、がん細胞っていうのは、やっぱりこの、法律を守らない違法の者みたいな、そういうイメージですよね。そういうわけで、私たちの体は、同じ遺伝子でできているということで、で、罪人というのはですね、罪があるという意味で、まあ、罪というのが、まあ、悪魔の、サタンのですね、心、サタンの遺伝子だとすれば、このサブタイトルにあるように、サブタイトルを見ると、以前の DNA はサタンでしたということですね。サタン。さっき浜田さんにですね、イエス・キリストを信じたら罪が許されるよっていう話をしましたけども、イエス・キリストを信じると DNA が変わるわけですね。もう、何でしょうか。遺伝子操作じゃないけども、イエス・キリストを信じるとですね、サタンの DNA から、
サタンの DNA からイエス様の DNA になるのです。皆さんの DNA を変えましょう。サタンの DNA からイエス様の DNA になる必要があるのです。大さんアメン、ジタさんアメン。そしてイエス様の DNA になると、私たちはキリストの体という、キリストの体という体の一つの細胞になるのです。一つの器官になるのです。イエス様という DNA を持った人たちだけが、イエス様という DNA を持った人たちだけがイエスキリストの体の部分になるのです。それが神の国です。それがキリストの体です。私たちは霊的に遺伝子は共通ですから、霊的に遺伝子は共通、つまり聖霊をもらった、イエスキリストを信じて聖霊をもらえるんですね。その聖霊こそが遺伝子ですね。聖霊を持った者だけが救われる。聖霊を持った者だけが神の子になる。聖霊を持った者だけが神の国に入ることができる。つまりイエス様の遺伝子です。イエスキリストを信じる者はイエス様の遺伝子をもらえるのです。そしてキリストの体の一部になることができるのです。今日は声が大きすぎる。はい、そういうわけでぜひ皆さん、サタンの遺伝子からキリストの遺伝子に、遺伝子なんていうんだか、遺伝子操作じゃなくて、遺伝子変化じゃなくて、なんて言いましたっけ、遺伝子を変えましょうね。遺伝子を変えましょう。ちょっと似たような見言葉があるので、これちょっと読んでみますけど、第1コリント12章、第1コリント12章にこうあります。まあ、ちょっと最初から見ましょうか。1から。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。皆さん、イエス・キリストは主ですというものは御霊によるのです。そして御霊をいただいた私たちはいろいろな奉仕があり、いろいろな賜物がありますけど、私たちの DNA は同じ主です。同じ聖霊です。クリスチャンの DNA はイエス様であり聖霊なんですね。ですから、最高の DNA、 最高の DNA をいただいた私たちはね、喜びましょう。サタンの DNA から神様の DNA になったのです。永遠の命の DNA になったのです。愛する兄弟姉妹と同じ DNA になったのです。一致ができる、初めて一致ができる、御霊の一致、信仰の一致、神様によって初めて一致ができる、素晴らしい神の体の一部になることができたのです。皆さん、これが人間の目的です。人間の生きる目的です。私たちは一人で生きていくのではない、同じイエス様の DNA を持った兄弟姉妹が神様のために一致して働く、一致して生きる、神の愛によって結びついて、同じ思い、同じ価値観を持って生きるのです。世の中にはいろんなグループがあると思います。日本人というグループ、ね、そして、
男性というグループ、ね、ギャンブルをするグループ、ニコ玉というグループ、車が好きなグループ、まあ、いろんなグループがあります。それぞれ共通点が あるでしょう。しかし最高のグループは、最高の集まりはイエス・キリストを信じる神の国です。イエス・キリストを信じる神のグループ、イエス様の DNA を持ったグループ、それが本当の神の国、最高のグループです。誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、その最高のグループに入ることができて、また神の DNA を、もらうことができるのです。そしてその神様の DNA によって永遠に生きることができるのです。神の恩恵を受けることができるのです。神の恩恵を受けることができます。神から生まれることができます。私は今から、62年ぐらい前に生まれたんですが、実はですね、おとといですね、姉からですね、あるものをもらったんですよ。で、何をもらったかというとですね、私の母子手帳ですね、62年前の母子手帳をもらったんですね。なぜ今頃くれるんでしょうね。もう初めて見ました、おとといね。で、これを見ていろいろ面白いのがあるのでちょっとお見せしますが、まあ、これがお産の記事なんですが、お産の記事で、まあ、その産婦人科医が早川医師なんですね。早川医師で、この早川医師がですね、つい最近ですね、ある方から聞いたんですが、この早川医師がですね、クリスチャンだって言うんですね。へえ、知らなかった。60年間知らなかった。私を取り上げてくれた産婦人科の医師がですね、クリスチャンだったね。で、おとといこの母子手帳をもらった。何か、嬉しい感じがしますね。クリスチャンの医者によって取り上げられたと、こういうですね、予防接種のこう紙がありますね。予防接種よく見えない、よく見えないでしょうね。あまり見えないね。それからですね、ちょっと面白いのはですね、面白いなと思ったのは、この配給ね、もう なんか本当に戦後っていう感じ。これ木炭特別配給申請書、なんか炭を配給するくれるらしいんですね。赤ちゃんを産んだ人は寒いといけないっていうので、炭を配給してくれるんですね。で、これはなんかこう、お菓子購入券といってですね、赤ちゃんを産んだ人にはお菓子を配給してくれるって、すごく面白い感じですよね。配給ね、今時配給なんてね、本当に不思議な感じですが、お米もね、こうやってお米も配給してくれるんですね。精米前都県かな、まあ、こうお米も配給してくれると、今の母子手帳とだいぶ雰囲気が違いますね。はい、こういうですね、60年ぶりに自分の母子手帳を 見るという何か意味があるのかもしれませんね。実はですね、私は3人、3番目の、子供なんですけど、その頃ですね、まあ、戦後産めよ増やせよでたくさん人が子供が多くて、私は母が中絶をしようとしてたらしいんですね。まあ、その母の姉に勧められて、母も私は3人目は大変だということで中絶をしようとしたらしいんですが、父がそれに気がついて、中絶をやめさせたということで、私は、
かろうじて生まれてきたみたいなね、まあ、これも神様が守ってくれたんだと思いますね。神様が守ってくれて中絶させられなくて、で私は本当に中絶反対運動をする理由の一つは自分も中絶されかかったということで、それで中絶反対運動をしていますね。命は大事だということですね。かろうじて生まれたのは霊的にどんな意味があるんですか。ニコ生で伝道するように神様がですね、中絶させないでニコ生で伝道するように神様は守ってくれたということですよね。リトルさん、アメン。はい、命は不思議です。皆さん、生きてることは素晴らしいのです。生きてることに意味があるのです。皆さん、イエス・キリストを信じて本当の命、神様の DNA を受けましょう。神様の DNA を受けて本当の命、永遠の命をもらえませんか。人間は、ね、それが本当の生きる意味なのです。人間の本当の生きる意味はイエス・キリストの命で生きるということです。永遠に生きるということです。この地上では永遠じゃないかもしれません。天国行って永遠に生きることができます。皆さん、天国はあるのです。地獄はあるのです。永遠の命はあるのです。この地上の命で終わってはあまりにも虚しいのです。アメン。イエス様から一生離れません。皆さん、私たちは永遠の命を受けるために今生きているのです。皆さんが今生きている理由はまず永遠の命を受けるためなのです。イエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を受けるために、受けるために皆さんは今生きているのです。イエス様と結婚します。アメン。そして皆さんは天国でも幸せになりますが、この地上で、この地上でも私たちはイエス様の祝福によって、イエス様の愛によって素晴らしく生きることができるのです。喜んで生きることができるのです。希望に満ちて生きることができるのです。それはイエス様の命を受けたからです。イエス様の命を受けたから、イエス様の DNA を受けたから喜んで生きることができます。そして信仰によって歩むならば周りの人たちを愛することができます。周りの人たちを祝福することができるのです。皆さん、罪を持って生きるならば周りの人にも迷惑をかけるし、自分にもマイナスです。罪に生きてはいけません。罪に生きてはいけません。その罪を悔い改めて、サタンの DNA を悔い改めて、イエス様によって変えられて、イエス様によって変えられて、イエス様の DNA で生きませんか。それは神様の御心で、人々の家族のためにもなるし、人々のためにもなるし、自分のためにもなるのです。皆さん、ぜひぜひ新しい人生、喜びの人生、意味のある人生、価値のある人生、生きがいのある人生を生きましょう。アメン。アメン。私の DNA はイエス様証。私は生きててよかった証。罪で生きてきたことを悔い改めます。罪で生きてたことを悔い改めます。新しい命、受けてよかった証。生きることが素晴らしいと感じた証。スタート、スタート。あ、英語忘れましたね。昨日まで命を絶とうと思ってましたが、この放送で救われました。我々に救牧師を与えてくれた千鶴子とイエス様に感謝します。私の母の名前ですね。罪は許されるものだと知りました。本当の愛を知りました。電車に飛び込むのをやめました。生きてると毎日が楽しいのです。吉原さん、
この放送に出会えたことを感謝します。この今日のこの放送を見て中絶をやめる決心をしました。今日まで生きていようと思っていましたが、この放送で諦めました。ん、これ逆ですね。クリスチャンになって日は浅いですが、昔からイエス様を意識していました。油注ぎ最高です。今日から遺伝子組み換えのものは食べません。イエス様の DNA もらって偶像から解放されました。中絶した過去が消えました。許されます、許されます。もう万引きをしません。天国で楽しみで生きてます。天国が楽しみで生きています。リバイバルのために働けるなら何でもします。生きる勇気が与えられました。この放送で考え方が変わりました。油注ぎヒートオーバーヒートしそうです。逃げずに LTL で働きます。アメン、ハレルヤ。天国ポイント貯めたいです。死にたかったけどやる気が失せた。アメン。 LTL はリバイバルです。アメン。生まれてきた子を考えるとなんとなくわかる。そうですよね。イエス様の血が流れてると思ったら自信が湧いてきました。シンプルな生き方になりました。自殺をやめました。ことわざ1400個言えるようになりました。妻の手足のしびれを治してください。治りますように、治りますように。彼女が元気になりました。吉原さん、受会に行くのをやめました。イエス様、今日意地を張ってしまいました。ごめんなさい。アメン、アメン。最近顔がキューちゃんに似てきました。聖霊様に感謝します。食欲が出てきました。妥協しない信仰を求めます。アメン。イエス様は偉大な人物だと知りました。神様です、神様です。イエス様は神様です。イエス様は神様です。病気が治って歩けるようになりました。うなちゃんマンの放送を見なくなりました。キューちゃんの笑顔に救われます。兄弟姉妹と働けることを感謝します。私の鬱を治してください。アメン。治りますよ。治ると信じてください。ギャンブルやめました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。え、もしもし、え、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、どうも。はい、どうも。どんなご相談でしょうか。あ、今回もうちょっと放送突待ちされたんですかね、これは。はい、質問でしょうか、それとも、はい、
あの相談でしょうか。普段あの放送を見させていただいてます、あの小田口あのフレデリックというものなんですけども。フレデリックさん、はい、こんにちは。はい、クルちゃんボックスさん、こんばんは。こんばんは。はい、あのあれですかね、あのキリスト教について僕ちょっと全然知識がなくて、はい、その基本的なその理念というか考えっていうのはどういうところにあるんですかね。一口で言うのは難しいですけど、はい、むこさんはそうですね、あ、むこさんって言っちゃった、言えなかったのかな、ごめんなさい。すいません。まあ、あのスカイプ ID がむこなんで、はい。はい、フレデックさんは、はい、なんて言ったらいいのかな。そのいわゆるその宗教の中にもその一神教多神教だ、一神教です、一神教、一神教です、はいはい、一神教です、一神教、はいはい、はい、フレデックさんは救われたいですか。はい、そうですね、まあ、やっぱ救われたいっていうふうには思いますね、うん、僕は。でもどうしたら救われるか分かんないわけですよね。分かんないですね、本当にそれが本当に知りたいですね。私たちはね、その救いとは何かというふうに、はい、まあ、定義するとね、はい、あの神様に対してこう、はい、遠く離れて、はい、生きる意味を見失ってるみたいな、迷子みたいな、そういう感じから、はい、まあ、神様に見つけられる、神様と和解するみたいな、はい、和解する、あの例えば子供がなんか迷子になっちゃってるとなんかね、悪い状況ですよね、迷子だとね。あ、そうですね、人間はみんなそういう状況だよということかな。あ、でフレデリックさんもある意味では迷子なんだよという感じ。あ、なるほど。つまりなんていうかな、そのデパートとかで、うん、そうよく子供が迷子になってる、そんな感じ、うん、そこに迷子になってる子供が僕だとして、 そうそれをあのお母さんとここにまで、ね、導いてくれるのが神。そう。はあ、なるほど。あ、もう一度あの親と、あの私もね、小さい時そういうことがありましてね、はい、あのまあ母親とまた再会したときですね、はい、泣きじゃくった記憶があるんですよ。あ、そうですね、誰でもなんかそんなような記憶あると思うんですが、あります、あります、本当に。あのイエス・キリストを信じて、はい、なんか救われるっていう、そういう感じかな、はい、なんかもう悲しくて悲しくてしょうがなかったけど、また親に会えたみたいな、あ、そんな感じですね。あ、なるほど。じゃあ、今はその路頭に迷ってる人間っていうのはやっぱ、たくさんいて、うん、そのほとんどの人が未だ迷い続けてるっていう、そうですね、ことなんですかね、やっぱり、はい、でその僕もその一人でやるっていうことなんですかね、うん、そうですね、はい、やっぱもう単純にも言ったら、まあ、こういったもう何て言うんですかね、もう先の見えない状況からやっぱ打開するにはやっぱどうしたらいいんですかね。その要するに状況が悪いっていうのがそのまあ迷子だっていうことなので、はい、イエス・キリストを信じてね、はい、あ、呼ばれはキリスト教に、神、そうそう、神様と出会うみたいな、はい、神様と出会うっていう感じが大事ですね。ああ、うん、分かりました。じゃあ、はい、僕あのこの前あの新約聖書をね、はい、人からもらったんで、あ、そうですか、はい、これをちょっと読んで、あ、それはいいですね、ぜひ読んでください。はい、じゃあ頑張ろうかなと。また放送を聞いてると信じれるようになりますから。あ、わかりました。はい。本当の方も視聴させていただきます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。おやすみなさい。はい。本当に私たちは迷子だったんですね。私も迷子でした。もう迷子でですね、もうお酒飲みながら、お酒飲みながら、その悲しみを慰めていました。多くの人は迷子で泣いています。その迷子で、悲しみ泣いてるのを何か悪いことでなんかこうね、慰めてるような、そういう感じでしょうかね。でもお母さんのとこに戻ったらもう泣く必要はない、お母さんのとこに戻ったらもうね、悲しむことはない、イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは本当のお父さんのところに戻ることです。イエス・キリストを信じるということは、見つけられることです。イエス・キリストを信じるということは、本当のふるさとに戻るということです。本当の神の家、父の家に戻るということが、これがイエス・キリストを信じるということです。
イエス・キリストを信じるということです。それがお父さんの家に戻るということです。アメン。イエス様を信じればいくらいつも手を差し伸べてくれます。英語やりますよね。前にもやったことありますね。ルカの6の37。ね。ルカの6の37。Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Do not judge and you will be not judged. Do not condemn and you will be not you will not be condemned. 裁いてはいけない。裁かれるからね、有罪にしてはいけない、有罪にされるから、とても大事な、大事な言葉ですね。私たちは人をね裁きます。人をですね断罪します。しかしそれは、裁かれます。なぜかというと私たちは正しく裁けないからですね。正しく裁けないから私たちは人を裁いてはいけないのです。人を有罪にしてはいけません。神様が有罪にします。神様が裁きます。私たちは、許すのです、人の罪を許すことが私たちの使命です。イエス様が、十字架でしてくださったのは私たちを許すということですね。ですからイエス様の弟子である私たちは人を裁くのではなくて、私たちも許されたんだから。キューちゃんを裁かない。ありがとうございます。私たちも許されたんですから、私たちも許すのです。私たちも、ね、裁かれなかったので、私たちも、裁かないのです。皆さん、イエス様は私たちを許してくれたのです。私たちを許してくれたのです。ですから、私たちも許し合いましょう。許し合いましょう。許し合いましょう。イエス様が許してくれたのです。イエス様が全ての罪を許してくれたので、私たちも許し合いましょう。許し合いましょう。許し合いましょう。それが御心です。それが御心です。許し合うことが御心です。そこに神の国があります。そこに神の国があります。そこに神の国があります。許し合うところに神の国があります。ぜひ皆さん、いつも許しましょう。いつも許しましょう。愛と許しこそ神の御心です。愛と許しこそ神の御心です。アメン。アメン。アメン。吉原さん、神を信じます。アメン。アメン。皆さんと一緒に本当に、このように伝道できることを感謝します。皆さんと一緒に伝道しています。同じ遺伝子です。同じ DNA ですね。リバイバルが近いです。リバイバルが近いです。励まし合って歩みましょう。励まし合って歩みましょう。リバイバルは近いのです。チュタさん、皆さんを愛してます。リトルさん、キューちゃん、どうして怒ることがないの？イエス様が許しなさいと。イエス様が寛容になんなさいと。イエス様の DNA は寛容なのです。イエス様の DNA は柔和なのです。イエス様の DNA は愛なのです。イエス様の DNA は愛なのです。皆さん、イエス様の DNA を受け取りましょう。アメン。アメン。ダヨンさん、いつでも戻ってきてね。ダヨンさん、いつでも戻ってきてね。アメン。アメン。はい、それではですね、今日は、2人の方が嫁くれましたけれども、彼らも救われるといいですね。そして今日は、私の DNA はイエス様というタイトルでした。教会はいつでもウェルカムです。ストッキングさん、お待ちしています。ストッキングさん、私じゃないです。イエス様に栄光あれですよ。イエス様に栄光あれ。イエス様に栄光あれ。
ね、私ではありません。イエス様に栄光。すべてイエス様の恵み、イエス様の命です。 DNA がイエス様ですからね、DNA がイエス様ですから、イエス様に栄光です、ね、間違ってはいけません。間違ってはいけません。イエス様に栄光を返すのですね。すべての栄光、すべての栄光をイエス様にお返しするんですね。教会みたいに広い心を持ちたいです。先生と呼んではいけません、トキクさん。先生と呼んではいけないと書いてありますから、呼ばないでくださいね。はい、それで、今日聞いて、イエス様の DNA が欲しい方、生きることの素晴らしさを感じたい方、ね、そろそろイエス様に丸投げできそうです。丸投げできそうです。イエス様に丸投げできそうです。アメン、アメン、アメン。できますよ、できますよ、できますよ。イエス様に丸投げすることによって私たちの荷は軽くなります。私たちの荷が軽くなります。イエス様がすべて負ってくれます。悩みを、委ねてください。悲しみを委ねてください。苦しみを委ねてください。イエス様が負ってくれるのです。イエス様が負ってくれるのです。油注ぎがすごいです。これから証を話していきたいと思います。アメン、アメン。老後は牧師になりたい。老後なんて言わないで、今からなってください。老後と言わないでくださいね。イエス様の DNA を持って神の国の中で一緒に生きていきたい。神の子になりたい。永遠の命が欲しい人、アメンと言ってください。アメンと言ってください。サタンの DNA からイエス様の DNA に、遺伝子を変えてもらいたい方、アメン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 。素晴らしいですね、素晴らしいですね。アメン、アメン、アメン、アメン。天の父様、感謝します。兄弟姉妹を感謝します。リスナーの方々を感謝します。一緒に伝道しています。一緒に、御言葉を学んでいます。一緒にあなたに栄光を返しています。一緒にあなたの命で生きています。私たちは偶然生きているのではない。今私たちは生かされている。以前は肉だけで生きていたかもしれないが、今は神の命、霊的な命、イエス様の DNA で生きています。人間の生きる意味が分かりました。人間の生きる意味が分かりました。それはイエス・キリストと共に生きること、イエス・キリストの命で生きること、イエス・キリストの愛で生きることだと分かりました。主よ、どうぞ今アーメンと言った方々が新しい言い方ができますように。聖霊によって、聖霊によって信仰で生きることができますように。信仰に燃えて、御霊に燃えて、熱く熱く神の愛で、神の愛で、神の愛で、神の愛で生きていくことができますように。罪を許してください。祝福してください。あなたの命で満たしてください。あなたの熱い熱い愛で満たしてください。満たしてください。満たしてください。あなたと共に生きる道です。あなたがおられます。私たちの中にイエス様、あなたがおられます。あなたがおられます。神様がおられます。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。イエス様の DNA を感謝します。十字架によって与えられた、十字架によって与えられた、十字架によって与えられた命を感謝します。愛を感謝します。どうぞもっとです、もっとです、もっとです。もっと与えてください、もっと与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょう。
シャロームシャロームシャロームおやすみなさい。シャロームシャロームアメン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 。